はい、こうなります。この方はそんなに極端に悪くはないんですが、首猫背ですね。首が傾いてます。正常の位置よりも前にある。こういう猫背の一種の首猫背になる人が非常に多いです。これはさっき言いました農耕民族の DNA の影響を受けているんですけども、じゃあこの方の体をチェックしていきます。まず前屈をしてみてください。指伸ばしていいですよ。このまあそんなに硬くはないですね。硬くはないですけど、専門家の方は分かるように股関節から曲がっていますが、腰椎から胸椎にかけてが非常に硬いですね。はい、ですのでこの辺はまだいいとして、この辺が硬い、お分かりですね。はい、じゃあ戻ってください。足を肩幅にして手を後ろに回して後屈してください。いけるところで止まってくださいね。はい、こんなもんですね。この方も先ほど同様、ちょっと待ってね、お先だけからね。はい、まだやっぱり股関節周りはまだ柔らかいんですよ。硬いのは腹部と胸椎周り、この肋骨周りが非常に硬いですね。まっすぐですもん、これが硬いです。はい、では、はい、気をつけです。さあこっち見てね。はい、この首猫背で、前屈言ってもこの上の部分が硬い、反っても胸の部分が硬い、この方をどこをストレッチしましょう。残念なことにストレッチというこの横文字ですよね、ストレッチって。このストレッチというのは、いわゆる本屋さんに売っている書籍を開いてみると、西洋人の方が書いてるケースがそれは多いです。ストレッチですから。それは狩猟民族の方たちの習慣上で作ったストレッチなので、東洋人のこの体の猫背を補正するためのストレッチが専門書にほとんど出ていない。なので勉強する場所がないですよね、皆さんも。でも私はいろんな経験でこの屈曲している日本人、猫背気味の日本人のこの体勢を補正するためのストレッチというのを皆さんにお伝えしたいと思います。まず